ーバースデー小川ジュニア、ハッピーバースデー小川ジュニア。はい、皆さんこんにちは、小川ライフです。今日は小川ジュニアの誕生日です。機嫌悪い。今日はあいにくの雨降りなので釣りは今日はしないで、小川ジュニアを遊ばせに行きたいと思います。はい、向かってる最中ですけど、まずは朝ごはんですね。朝ごはんにお弁当を作ってくれてます。イエーイイエーイ。どれどれ、おーぷん、おー、今日は唐揚げ弁当ですね。いただきます。リンゴパン美味しそう。フレッツェルとかも美味しそう。すごいね、ここでまだお昼にもなってないけど買い食いしよう。ほら、小川ジュニア、パン食べよう。おいしいですか。ずいぶん頬張るね。小川ジュニアもさっきご飯食べたばっかりだよ。野沢菜だね。野沢菜カリカリ梅。釣れてませんでした。まあ今日外海が全部荒れてて濁ってて全然釣りにならないという、なんか皆さん漁港の方に来たんですけど漁港も釣れてないってことで帰り始めてます。残念ですね。
はよう。いや、なんと鮭が近くで上がってるそうです。パパ頑張れだね。うわっ、うわっ、え、鮭が今跳ねてるのかな。すごい、なんか今回はちょっといけそうな気がするかもしれません。頑張れー大賀さん。それにしても楽しそうですね結構鮭の姿も見えてるみたいで、近くで釣れたようです。どうかな、今日は釣れるかな。頑張ってください。近い。カーマじゃないよ。サーマンだよ。フィッシュ。めちゃくちゃチャンス。いつにないチャンス。目の前いる。ね。カメラで映るのかね。わかんない。光っててわかんないけど。めちゃくちゃ映るよ。映るとかいるよこれ。いるね、めっちゃいるね。何、いくつ取ってくんの？
な。ねえ。あ。どんな感じよかジュニア。どこで連れてるみたい？うん、研究熱心だね。ジュニアも真剣に見てる。パパ料理するとこなんてね、あんまり見ないからね。あ、炊けたかな？ちょっとね、蓋ないからね。これで許して。うん、美味しそうだよ。よし。嫁ちゃんの分だよ。やったー、美味しそう、ありがとう。